味方めっちゃ増やして世界に影響を出して、まあ、何が言いたいかというとアメリカは共和党が強い。で南北戦争の最中にホームステッド法を出して西部を味方につけます。5年間その土地を耕したらその土地はあなたのもんだよと。これ大量の自作農ができましたと。これ、ね、単純に北部の味方を増やすためにホームステッド法をやっただけではないんですよ。資本家が勝利するじゃん、封建勢力に対して、地主に対して北部が勝利しましたと。そしたら次プロレタリアートと揉めるでしょうね。資本家の数はプロレタリアートの数に比べれば全然少ないですよね。アメリカは工業国家に実際なります。で工業国家になったら通常労働者が強くなって社会主義国家になるケースがほとんどです。しかしアメリカはそうじゃない。なんだろうね。民主主義をやれば一人一票だった場合プロレタリアートは買っちゃいますね。労働者は買っちゃいますね。でどうしたアメリカの資本家は何をやってたの。ホームステイト法やった。ホームステイト法の目的は西部を味方につける。他は自作農ってここじゃん。自作農は資本家と同じく生産手段を持ってるわけで、共和党の財務はブルジョワジーが負担する。共和党の票は自作農が負担するわけで、このように共和党はホームステッド法で味方めっちゃ増やして、これは今日のアメリカの政治のみならず世界に影響を与えている。アメリカ大統領選挙、それは2004年の結果ですが、他の都市もだいたいこういう形をしてます。見方は非常に簡単です。共和党が勝てない地域、民主党が勝ってる地域が共通性は、民主党っていうのは、まあ、南北戦争の段階では南部の奴隷制を維持してますけど、現在はめちゃめちゃリベラル左派の政党ですよね。で民主党が勝ってる地域の共通性は、青い地域の共通性は工業地域。工業地域ない。海岸とか五大湖周辺っていうのは工業地域で、工業地域には労働者がたくさんいるじゃん。だからそういった地域は民主党が勝つわけ。それ以外の人口が少ない農業地域っていうのは自作農がアメリカは多いから、ホームステッド法の影響で、故に共和党が勝ちます。で確かに共和党は面積的には広い地域を支配していますが、人口が多い地域は基本民主党が強いでしょ。人口が多い地域、工業地域はカリフォルニアとか大統領選挙人55人もいるじゃないですか、人口比例で。確かに大統領選挙は人口比例で選挙します。だからカリフォルニアは55票を持ってる。しかし何々に関してはどの州も、どうぞ、上院に関してはどの州も2名ずつ。そう、上院に関してはどの州も2名ずつなんですよ。人口が多いカリフォルニアだろうと、人がほとんど住んでないユタ州だろうと、上院議員は2名ない。で、かつ、多くの地域が人口がそんなにいない。つまり、自作農がいる地域ない。だから何が言いたいかというと、アメリカは共和党が強いの。あのね、アメリカ工業国家じゃん。めっちゃ労働者増えるじゃん。増えるけども、なんで社会主義にならないんですか？理由は、この仕組み。自作農がいて、自作農の政治権利が強いんですよ。人口が少ない地域は自作農が多くて基本的共和党です。